眠いよ。なんかやっぱちゃんと夜眠れなくなっちゃってるなって思って。そうそう、まあでも無理やり寝たんだけどね。なんかいつもみたいに8時間とか寝れてないですね。もう10時間寝れないと。8時間、せめて8時間は寝れないとちょっと、ちょっとね、本調子が出ないというか。いや、そんなことないんですけど。もう寝ようと思えば一緒寝てられるからさ、私、ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。8時からの朝の配信は初めてらしくて、多分ね、まあ、なんか中途半端な時間なんですけど、まあお仕事始まるよって方もいるだろうし、これから出かける出勤だよって方もいるだろうし、まああんまり、うん、ね、あんまりコメントをたくさんできる感じじゃないかもしれないと思うんですけれども、うん、みんな気をつけていってくるんだよ。今日は夜は配信できないかもしれない、わかんないけど、寒寒すぎる今日。なんで、何度、あ、20度、室温で20度って結構寒くない？そりゃ、いや全然あの何もつけてない、暖房はもうそろそろ季節的にやめようと思って、だから普段よりも寒いか、ちょっとつけるくらいならあれだけどね。あ、でも外17度、新潟18とか20度とかも行くんだ、新潟今日。なんで、なんで今寒いの？今寒いの？
ちょっと水飲んでいいですか。うん、今日の天気ちょっとカーテン開けるか。ちょっと暖房つけるか。なんかあまりなんかちょっと温まる感じで。久々暖房つけたの。久々はそうか。言うて何日かか。ほなんかなんか外色素薄い。外の色素めっちゃ薄いみたいな感じですね。なんかカーテン開けた瞬間の感想が、あれ日の光でもないな、これあったかくもない、なんか色素薄っていう外が。いやこれわかるかな、伝わる、なんか全体的に白ないっていう。なんか再度温かみを感じないんですけれど、新潟の空にもう伝わるかな。そうそうそう。まあ見慣れた光景ですけど、なんか日の光がマジでないんですけど、そんな太陽は出てるよ絶対。太陽出てんのにさ日の光ないんだから、うん、普通だったらさ、普通だったらカーテンバーって開けたらさ、わ眩しいってなるのが理想なんですよきっと、体的にもね。なんだけど全体的に全体的に色を感じないみたいな。そうそうそう、もう慣れたもんですけどね。今日天気は良さそうなんで、天気いいことだけはまあいいけどね。そうそうそう。うん、まあ日当たりの問題かもしれないけど、色素薄い系女子ってわかります？うちのメンバーだとサーヤとかユメとか、ちょっと髪色とか目の色が薄い感じの、ちょっと歯がない感じのね。そう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 、それそれ、うん、新潟は曇りでも晴れっていう。それはね違うと思う。それね、あのね晴れじゃないよ、それ曇りって言うんですよね。面白い。まあでも分かるよ、そんな感じだよね。そうなんだよ、コンタクトつけようかな。
いやほんと天気悪いの良くないよね。そこはねやっぱね、引っ越し改めて引っ越してみて天気悪いな新潟というのは思った。寂しい、それこそうつうつしくなってしまうね。やっぱ外に出なきゃって思ったし、そのそれこそ日が入ってこないからね、なんかなんかっていうか、そうそうそう、夏は十分暑かったりもするんですけどね新潟。かといって天気がいいと言ったらそういうわけじゃなくて、なんか埼玉ってあのね、日本で一番快晴率、雲一つの青空の率が確か高くて、私そんなとこから来てっからさ確か新潟が最下位で日照率みたいな、で埼玉がまあ快晴になる率が高いと。対比ですよ、対比、対比語イエイ。コンダクト終わりました。そうだから埼玉の方は、まあ、よく話を聞くのが運動会が延期になりにくいねなんか8割方だいたい運動会当日にできたりする。9月とか5月って、まあ、梅雨入りたてとか、あと、まあ、9月あたりは秋のね、秋の何だっけ、忘れちゃった、しぐれ違うか、秋の雨なんだっけ、梅雨じゃなくて、あるよね、もう一個あるんだよね、梅雨梅雨前線みたいなもう一個なんとか前線あるじゃないですか。じゃあ運動会、まあそこかぶるからあれだけど、本当になんか天気悪くてプール中止になったとか全然なくて、なんかこんな記憶にある。私プール嫌いで、嫌いっていうか苦手なんですよ、泳げないから。12メートルしか泳げないの。私が投げられるボール投げと同じぐらいの距離なんですよね。秋雨だ、秋雨だ、私いつも忘れちゃうんだよね秋雨学校の授業でも覚えらんなかった。そう秋雨先生ね、そうそうなのよ、自分の投げられるボールぐらいの距離しかねできなくて、プール泳げなくて、そう、金づち、いや沈むわけじゃないんだ、前に進めないんだよね、一番前に進めるの毛伸びなんだから、ピシュッつって、ピシュッって、でなえどこの人の言葉でさ、
中学校の時にまあプールあったわけよ、小中と。中3の時になんかね、なんでだっけな、プール壊れたのかな、プール壊れたのか、なんか他に理由があったのか覚えてないけど、プール全部なくなったんだよ。で、一回もやらなかったの、多分、きっと。多分。嬉しかったなぁ。まあ、なんだろう、プール自体が好きな子はいただろうけど、私は、もうめんどくさい全部みたいなとこありますから。そう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 。いや、プールの前後めっちゃめんどくさい。いや、髪長いし、まず一つ水着を着るのがめんどくさい。なんで10分15分しかないあの短い時間でできるだけ急いでプール離れ、あの自分の中学校は離れにプールがあったんですよ、屋上とかじゃなくて。離れのプール行って着替えてドタバタせんといかんのみたいな。うん、ね、これまず一つでしょ。次がね、次がそもそも泳げないでしょで、次がなんかプール冷たいやん。なんでなんかそんな暑くもない時にわざわざプール別に授業だからいいんだけどさ、そう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 。じゃあね、でプールの水飲んだりするじゃん、喉痛くなるのよ、喉痛くなるし鼻痛くなるのよね。そう、うゲホゲホっつって、で終わってからもまた大変でさ、まず短時間でまた普通の服戻んなきゃいけんしょ、人多いのよ。しかもなんかプールの更衣室ってなんかめっちゃなんか特有の、なんか熱みたいなのあるよね特有の熱みたいなのあるよね。なんかお風呂上がりじゃないけど、なんていうのかな、すげえみんな急いでるからさ、まずそれで忙しいし人多いし、なんかやっぱ汚いじゃん床が、なぜかし、なんかえ、なんでこんな汚いんだろうなみたいな。普通にプール入ったからその後の水の残りみたいな、まあ塩素のね、塩素の香りとかしますけども、ああもうまずそれで嫌だし、私は髪の毛が長かったんですよ当時から。もう次の授業もうだってそれも10分15分しかないのよ、休み時間が。で、ね、離れんとくからさ、急げーっつって終わって着替えてダダダっつって次の授業に間に合うようにさ、なんで髪乾かせないし、ドライヤー持ってないし。私なんかさ、ショートカットの子とかはさ、サササって言ったらさ、まあ、だいぶ乾くけどさ、びっしょびしょなのよ。めっちゃタオルドライで絞ってやって、後ろの背中びっしょびしょになるの、もう髪長いと。そう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 だからさ、肩にねタオルをかけていないと大惨事なんですよ。そう。でもその次のところまでは許されても、その次の授業では
肩にタオルかけちゃダメだったの、中2の時にね。中3やってないからさ、中2ね。私それで乾かんからさ、45分50分じゃ髪乾かないのよ。なんか他の子たちはちょっとポタポタするから一応肩にかけとこうみたいな。でも肩にかけてもタオルの下から髪の毛長いに出てんだよね。かガードできてないんだよ、わかる。あのここに今2機能ありましたからやりますけど、よいしょ。こうやってさ、こうやってかけんじゃん、こうやってやるじゃん、あのね。でももうちょっと長いやつね、もうちょっと長いやつ、あのね、出んのよ。もう完全にここまでの、ここまでのって普通にバスタオルかけてもないからね、もう。わかる、見えたかな。でまあ、プールをあんまり好きになる要素はなかったですね。そもそも泳げないしね、泳げないのが結局ね、インド人スタイル、あーこういうやつね。まあ家で一瞬髪乾かす前にそれで止めて化粧水つけたりとかするけど、それねあんまり効率よくないよ、私髪長すぎて落ちてくる。なんかうちの母がよくそれをやってたんだけど、私髪長すぎてね落ちてくるからね、そんなに、むしろそれやると癖ついちゃうから前髪とか、だからもう下ろしてこうなんかやったりしますね。遊園地のレジャープール、友達とプール行った覚えないっすね。海もないじゃん埼玉って、海ないじゃん。プールはなんか東武動物公園か、あれ家族と行った記憶しかない。ああいやマジでそれかも、本当に。あ全然海とかプールとか行かない人でしたね。あでもなんかね、新潟のね流れるプールがあるんですよね。どこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、あそこはまあちっちゃい頃、小学校ぐらいの時はね行ってましたね、低学年か。そう本当にプール行かないな。なんかそもそも休みがさ、ほら部活をやってると休みそんなないじゃないですか、こう土日とか夏休みとかでも大体毎日部活じゃん。だからなんか全然行く機会なかったですね。豊島園行ったことあるかな、ないな、記憶にはないな。そう名前はねあれですけれど、確か行ったことないはず。そう部活ね、部活私まあ夏休みね3日とかしかない。確か3日とかしかないね、違ったかな、いや3日しかないね。お盆のコンクール終わって休みっていうのが大体そうだった。
夏休みの間ね、夏休みの完全な休みは本当その3日間くらいで、だからでも一日中部活じゃなかったのよ。まあ合唱部だからさ、あんま歌いすぎると喉をやっちゃうので午前中だけだったんだよね。8時から昼の12時まで4時間も長いけどさ、まあ、逆に4時間、まあ、筋トレして発声練習して歌の練習して解散っていう感じで年中ですね。土日、平日は朝練、朝集合して縄跳びして筋トレして発声練習して解散、学校全部終わってその後、まあ学校3時ぐらいから、日が早い時は4時頃まで、長い時は6時頃まで部活でしたね。これは平日、例外お正月ぐらいは休みあった。先生が部活すごく好きな方だったけど、でも正月は休みたい人だった気がするけど、どうだったっけ、覚えてないな。もう3年前だもんな、それ覚えてないよな。今の日常とは程遠いからな、部活という存在がね。うん、どうだったっけ、どうだったっけな。まあ多分でも1週間ぐらい休みだったんじゃないかな、お正月に関しては。そんな気がする。うん、3年前じゃないか。部活はだって夏ぐらいには引退するもんね。4年ぐらい前か、もう。いやー、早いですね。うん、あのね、12時までだからお弁当は持参せずに解散なんですよ。そうそうそう。夏休みとかの休日の部活はね。そうそう。だけどなんかコンクールとかで朝集合して夜までってなるとお弁当をさ必要になるわけ。まあママが大体作ってくれてたんだけど、なんかみんなでこう囲んでお弁当食べてるのを、その部活普段その光景がないから、午前部活だからさ、ね、楽しかったのめっちゃ覚えてますね。いいよね、なんかそういう感じの。朝8時集合ってのは何よりね、休日は大変でした。私こんなになってしまいました、ごめんなさい。部活後に部員でお昼食べに行ったり、いやお金持ってないからさ、中学生だからさ、お金持ってないし、スマホ持ってないから、高校生はねみんなあれですけど、結構自由に聞くけどさ、中学だからまあ寄り道とかできなかったんだよね。そう、部活もだから一回帰って再集合とかなんかそういう感じだったら。まあ、でもなんか正直部活毎日やってると疲れちゃって何もできなかった気がするな。宿題とかもあるしね。まあでも宿題私中学校そんなやった記憶なくて、っていうのも
その私が宿題なんてやらねっていうわけじゃなくて、そんなに中学って宿題ってないよねって思うの。なんか別に学校の休み時間でできるくないって思って、小学校の時の方が宿題多い、なんかここのドリルを何ページから何ページまでやりなさいみたいな、そういう宿題があったから全然できなかった。まあやっぱさ、中3ぐらいになるともう受験だから、みんなそれぞれの勉強の仕方とかがあるじゃん。私受験そんなに勉強してないんであれですけど、塾行ったりとかみんなどうせするから、だから先生方ももう別にわざわざ宿題なんて出さんでもみんな勉強するやろっていう考え方なんでしょうね。私は勉強しなかったですけど、そう、自分でねお勉強しなくても、教室のね授業でだいたい理解をするっていうのが自分のスタンスだったんで、めんどくさがり屋だからさ、もうそこで覚えちゃえばいいんだろっつって、でノートめっちゃ綺麗に取って、私のね勉強のスタンスはノートを見返した時にその教室での光景が蘇るようにできたら、はい勝ちっていう考え方だったので、うん。いや小学校の頃って宿題めちゃくちゃ多いよね。なんであんな多いんだろうね。まあだからやらなくてはいけないことをやるっていう、そういうあれですよね、そういう習慣づけですよね。だからね数学はできないんですよ。数学って正直反復練習じゃないですか。国語とか社会とかって一回覚えたら意外と、まあ、忘れなければね、まあ今ちょっと忘れてるけどね、当時はさ結構直前にもう一回全部教科書読んで、あのテスト前の10分休みね、あそこが勝負、あそこが勝負ですね。だいたいそれでさ、ああなるほどね、ここねここのやつって書けたりするんだけど、数学だけはあれって反復練習なので苦手でしたね。苦手、まあ比較的苦手な方でしたね数学は。辞書に付箋貼ってたのは中学校の頃です。そう中学校の頃、あれ確か中学の辞書ですね。当時出会った国語のおじいちゃん先生がいるんですけど、すごく学年主任の先生だったんですけどね、その国語の先生がめちゃくちゃ授業がお上手で、でそっから国語得意になったんですよね。でちなみに何年生だあれ、2年生3年生で担当になった英語の女の先生がね、女性の可愛らしい先生が英語教えるのお上手で、私そっから英語得意になりました。得意じゃないけど、別に得意じゃないけど、なんか今までちょっと苦手だなって思ってたところがもう全然なんかスラスラ解けるようになったんだよね。そうだからね、やっぱね学校の先生の教え方ってやっぱ出るよね。そうだね、国語と英語に関しては本当にそう。数学はもうみんな、ね、みんなも何言ってか分からなかったもん。そもそもがね、そもそもが理解できてないから数学は、はぁ XY イコールみたいな、あれも教え方とかじゃないじゃん、数式やもんね。呪文ずっと並べられてるみたいな。そう、あでも社会は1年生の時にの担当の先生が、まあ、男性の面白い先生だったんですよ。なんか面白いって言ってもネタのちょっとお笑いの面白いじゃなくて、なんか癖強のねで話面白い先生だったんですよね。なんか
そのだいたい入学してさ学年集会みたいなのやって、あ、なんとか担当のなんとかです、よろしくお願いしますみたいな言うじゃないですか。その社会の先生ね自分の名前言わなかったのよ。え、誰ってみんな思ったと思う。なんか、はい、社会を担当します、いや、よろしくお願いします、まあでも今回はここであんまり自己紹介せずにそれぞれのクラスでの、自己紹介の時に改めて自分のことを話させていただこうと思いますので、よろしくお願いしますみたいな、自分の名前を言わなかったんですよね、その人。名前教えてって思ってましたけどいやでも最初はその印象が強すぎて、なんかみんなはなんかすごいなんか変な人いたみたいな、中学校入りたてでね、みんな言ってたんですけど、その人ね、なんか多分あれなんですよね、なんていうのかな、うわー、名前ど忘れした、なんとか期間採用みたいな、そうだから1年でどっかまた違う中学校かなんか行っちゃったんですよ。だから中1の時にしかお世話になってないんですけど、だからその人結局一番最初はそんなに印象は良くなかったみたいなんだけど、みんなの中でね、だから最終的に中2に上がる直前はすごいその先生人気でしたね。うん、面白い授業があって、そう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 、そうだね。社会の先生っていうとその印象が強いな。その後の社会ってどなただったかな、あれ誰だっけ、社会の先生って誰だったっけな、あ、マジで覚えてないな、すいません、誰だっけ、言われれば思い出すな。多分学年の先生じゃないんだな、社会誰だ誰だっけ、覚えてない。うん、いや、やっぱなんかそういうカリスマ性みたいなの持ってる方お上手ですよね、授業がね。うん、理科はちなみにあれだったんですよね、なんか学年の理科の先生がいたんですよ。でも私結局その学年のクラスを持ってる、理科の先生がいたのね。でその人の担当に一度もならなかったの。みんなその人の担当に一回はなってんのに、みんなね、私一回もなんなくて、全員ちょうどなんかこう、まあ、非常勤みたいなさ、非常勤じゃないけどクラスを持ってない先生みたいな方が全員ついてました。まあ、理科はまあ理科だなって感じだったけど、おじいちゃんとか若い女性とかだったけどねだったけどね、うん、とにかくやっぱ自分の印象に強いのが国語、次に英語ですね。まあ体育はもうなんてことないですけど、体育はもう本当体育でも4は取れるんだよ、体育だけ4なんですよね、毎回そうなの、悲しかったしいですね。なんか学校の話もうね、こう駅とか歩いてると、まあ、学生いっぱい見かけるんですけど、みんな私よりも年下なんだって本当に悲しくなってきた。なんかあれ
つい先日まで私そちら側だったんですけれどもっていう、なんかね、これ多分1年目だからなんだろうな、社会人1年目だからなんだろうけど、本当になんか辛くなってきた音楽の先生はその合唱部と吹奏楽部あるじゃん、で合唱部の先生と吹奏楽部の音楽の先生がそれぞれ一人ずついて、で学年がねちょうどその合唱部の顧問の先生以外の学年だったんですよ。うん、吹部の先生が音楽を担当する学年だったの、てかクラスを持ってて1、2年生が、で私2年生の時にその音楽の先生の担当の担任のクラスで、で2年生で違う小学校かな、中学校か行ってしまったので、3年生はなんかおじちゃんが来たんですけど、そうね、2年の担任の女性の先生はすごい面白かったな、面白かった。でもそのい、ね、結局一回も自分の顧問の先生の音楽の授業を受けることなかったからね、ちょっとそれ寂しかったなっていう、いやそう、学生というブランドはね高かった。なんか今までがさ、だってさ、そりゃそうやん、小学校、まあ、幼稚園はまだあれだとして、小学校ってさ6歳とかでしょ、6歳から私ここまで大人になるまでずっと学生だったわけ。そりゃさ突然なんか肩書き外されて、まあ大人になるまでって言ってもまあ名義上みたいなもんね、18までってことね。そりゃさ12年間もずっと学生っていう役職をやってたんだからさ、もうなんか急になんか自分じゃないぶんどられた感じして、喪失感ありますよね。旗振り当番って分かります？呼び方違うか、挨拶当番みたいな、親がさ、子供が小学校を通ってる時に親が通学路の土地所行って、それで気をつけてねって言って、交通安全、そうそうそう、なんかね、横断歩道のとことかにいて、こうそう旗振ってくれる担当のやつ、あれまあだいたい地区ごとで回すじゃないですか。あのね、うちの母ね、何年やってんだ うちの母ね、それね10年やんなきゃいけないですよ。なんか私が入るじゃん、小学校にね、入りましたね、あ12年じゃないな、14年か、あ違う、あそうだね、14年か、私卒業します、で妹が2個下なので私が卒業して中3になったら妹がやっと中1なんですよ。妹だけだったらまあ8年でね、終われるんですよ、旗振りの義務を。でもうち弟いるんですよ、しかも8つ下ってことは、私が中3の時に多分小1なんですよね。つまりよ、中3姉中3妹中1弟小1なんですよ。せっかく妹が卒業して旗振り当番のあの朝早いのから逃れると思いきや、弟が小1で入ってくるので、
8年プラスまた6年間やんなきゃいけないの。大変ですね。で14年もうずっと腹振ってる。5年生になりましたけどね、弟もずっと旗振ってますね。まあこれ毎日じゃないからあれですけど、今日と旗振り法当番の日だから今自分で起きてねっつって、はいはいっつって、やっぱその朝マジでさ、まあいいなーって起こされることがほとんどだから、うん、まああと PTA やんなきゃいけないとかさ、なんかそういう話はよく聞きますけど、今だとなかなか PTA 活動もそんなうまくできてないみたいですね、噂に聞くと。うん、まあうちの母親はあの幼稚園教諭の免許を持ってるので子供の扱い上手なんですよね。なんかちょっとそう、なんかああ幼稚園の先生みたいな喋り方やなみたいな。うん、そうなんですよ。だから、まあ、子供好きなんだろうね。うん、うちのお母さんいろいろやってんだ。そう、なんかね、私も自慢できんじゃないかなってぐらいいろいろやってて、まああんまり言えないというか、言うとね、見バレする可能性があるので、そう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 、言えないですけど、面白いですよママの経歴。えなんか人生ゲームで転職めっちゃしたみたいな。そうそうそう、って言っても大学は大学からずっと幼稚園教諭だったんですけど、幼稚園教諭というか教員免許取って、でもなんかいろんなことやってったね、すごいなって思いました。逆にパパはもう専門で体育で、頭よくねえからっつって、ああそうなんだっつって、自分がちょうどやっぱさ中3ぐらいの時はさ進路でさいろいろ話を聞くわけですよ。あんまり分かんなかったね。個性強くて、ああ幼稚園のね先生になりたくて、あ体育のね人だったんですねつって、ちょっと私体育はもうちょっと全然参考にならないんでみたいな。そうそうそう、パパとママはだから幼稚園の先生と体育のお兄さんだったんだよ、体育の先生だったの。そこでね会ったんですよね、なんか前も言った気がするなこれ。うん、そう職場ですね、出会えば職場ですね。音楽の先生は目指したことないね。うん、ないないない、だってピアノ弾けないもん、まあ、別にピアノ弾け、まあ教員免許取るにはピアノちょっと弾けなきゃいけないらしいんだけどさ、そもそもじゃなくてね、音楽は結局ね私が好きなのが歌だけだからさ、まあ他のも好きなんだけど、楽器を弾くとか音楽鑑賞とかもまあ好きなんだけどさ、歌ってに比べるとちょっとこうふんっていうとこがあって、うん、結局歌うことが好きだから音楽の先生になろうと思ったことは一度もなかったですね。そうやりたいことじゃないなって思った。うん、多分私人に教えるのよりも自分で歌う方が好きだから、あんまりボイトレの先生とかになったりもしないんじゃないかなって。自分が活動しながらやるとかは好きなんだけどさ、今みたいにこうメンバーにね
教えるみたいな、そういうのは自分と一緒に上達できるじゃん。いろいろなんだろう、全体の士気が上がるじゃん。でもね、もう完全に表舞台から消えたらなんかね、あんまり多分私はボイトレとかやらないんじゃないかな。わかんないけどね、まだ自分が若いからかもしれないけど、もっと大人になったら、ああ人に教える立場の人になりたいなって思うかもしれんけど、今んとこ自分が歌うの好きなだけなんでうん、カラオケの人とかになってるかもしれん。小川さんが褒めていた？え？その話詳しく聞きたい。どこでだろう？ショールームかな？ショールームかメールとかかな？私インスタも最近動かしてなかったからさ、久しぶりにまあフォローとかを整理したんです。整理って言っても増やす方の整理なんですけど、あので、ファイナリストで共演した方のインスタをフォローしてさ、そしたら昨日確認したら奈々さんからフォロー返ってきてたんだよね。いやー、すごく律儀な方、もう素敵って思いました。そんな気づかないじゃん、人数多すぎてさ、フォロワーさんなんてさね、すごいですよね、すごいなと思いました。ね、あ、オンラインお話し会か。あら、ありがとうございます。オンラインお話し会で奈々さんと私の話したの？奈々さんと私の話したの？その貴重なお時間を、ありがとうございます。嬉しいね、なんかそうやって自分の全然目の届かないところとかで話してもらえるのすごい嬉しくて、いやこれ別にあのメンバーさんとかじゃなくてさ、先輩とかだけじゃなくてファンの方とかでも友達とかでもそうなんだけどさ、自分の目の届かないところで自分の話してくれんのって超嬉しくないですか。うん、なんかいい話でも悪い話でも私嬉しいんだけどさ、悪い話良くないか別に、そう、なんかこうツイッターだとなんかタグ付けもせず、マジで本当に一人でつぶやいてるとかね、例えばとか、こう私がその場にいないけど友達同士での遊びの時とか、そうで、それ嬉しいんですよね。やっぱ何が一番嬉しいってやっぱそういうのがすごい嬉しくて、まあ、人づてにその話を聞いたりとかもしますけどね。うん、嬉しいよね。まあ人間誰しもそれは嬉しいか。私だけ特別それが好きってわけじゃないもんね、きっとね。まあそんなもんですよ、人はそんなもんや。ああ、ね、目覚めてきた、よかった。やっぱさすがに1時間近く一人で喋ってんの寂しい。いや寂しくないよ、
今見てくれてる方いるから全然寂しくないんだけどさ、一人で画面に向かって喋ってんだ1時間すげえ。私これ毎日やってんだ1年間、すげえなー。なんか人ごと、圧倒的人ごとですけど、すごいね、すごいよね、普通できないよね。うん、普通できないっすよ。なんかたまにさ、毎日アイドル1000とか2000みたいな、なんかこうたまにライブを見た時に AKB さんだけじゃなくてさ、本当に毎日配信してる子もいるんだなと思って、すごいなって。そう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 ね、ついついやっぱ尊敬の念で見てしまいますね。すごいなって。ちょっと水飲みたい。画面、あ、そうだ、ちょっと遠くしたのだ。よし、よいしょ。皆さん、初見さんもミーナーってついてますね、ありがとうございますね。うん、すごいね、すごい。もうなんか習慣になればそんなことないけどね、実際はね、自分そんな頑張ってるつもりはないですけどね、客観的に見たらすごいですよねっていう話ですね。別にそんな、そう、私すごいでしょっていうわけじゃなくて、客観的にね、数字だけで見たらすごいんだろうなという感じ他人事ね。うん、で今日はまあ多分通勤中の方とかもいるだろうから、できるだけ話し続けるマシンガントーク、ロングトークを意識はしてみたけど、まあ朝だからゆったりしてたかもね。まあ、体調悪い時も別にあるよ、私は。体調管理とはいえ、うん、でも無理やりやり通す。だから多分すごいお腹痛い時とか、すんごい頭痛い時とかあるんだけど、隠し通してるね。うん隠し通すというか、もうそこね、もうなんかなんかなんだろうな、ちょっとカッコつけのプロ意識みたいなとこありますけど、うん、まああとね、普通に話の調子がいい時と悪い時とありますけどね。眠い時はそれは眠い時ですからね、寝そうですよね。あ、9時になった。よし、みんな1時間ありがとうございました。頑張ってね、お仕事の方を。まあ、学校の方はまあちょっとこの時間はもうさすがに授業始まってると思うんですけど、うん、まあお家にいる方も、まあ、休みの方はゆっくり休んで、リモートワークとかの方はね、頑張ってくださいねえ、みんな忙しいかな、まあ、忙しくない方もいるかな。うん、いい一日を皆さんお過ごしください。ありがとうございました。三村も今日一日頑張ってまいります。ギフトありがとうございます。全然読めてなかった。あれ、あ、くまさんありがとうございます。あ、待って、でもコメント見てないな、最近今の。ありが、ごめんごめんごめん、後でになっちゃった読むの。お水ハート音符くまさん、あ、
ハート、だるま綺麗だよ、かわいいだるま、ありがとうございます。くまさんありがとう。お星様とかコメントもありがとうございます。じゃあ今日は終わりにしようと思います。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。それでは皆さんまた明日、バイバーイ、いってらっしゃい、行ってきます、バイバーイ。